5番、第1問、美対策。これは、アクセント。まあ、アクセントって言っても、この場合は、ストレスですね。STRESS。どこを強めるか。このストレスのルールを覚えようと。知ってるかと。一番簡単なのが、ステーション。STATION。ションの前にアクセント。ステーション。バケーション。フランス語で言うと、バカンスですが、バケーション。VACATION。TION の前にアクセント。ステーション、バケーション、エデュケーション。エデュケート、エデュケーション。だから、エデュケーション、教育。エデュケート、教育するですね。ションの前にアクセント。ですから、エデュケート、ATE。ATE の二つ前の音節にアクセント。だから、EDUCATE、ATE にアンダーライン。その前の母音は、educate。No, no, no, no. それが一つ前。二つ前やから、educate。です。だから、educate。education。次。デコレーション。飾り物。デコレート。ATE の二つ前。デコレート。デコレーション。オペしよう。オペ。はい。オパレート。ATE の二つ前。オパレーション。です。他に、ITE。フェイバリット。フェイバリット。フェイバリット。My favorite singer. My favorite singer というと、私のお気に入りの歌手になります。Who is your favorite singer? Who is your favorite actress? A-C-T-R-E-S-S. Actor or actress. E-S-S. 女性形。こういうふうに使いますね。だから ATE、ITE の二つ前。opposite も APPOSITE、ITE の二つ前。こういうふうに。いく、いくつの前。いくの前。わかりますね。太平洋、The Pacific Ocean。PACIFIC、IC の一つ前。Pacific。太平洋は Atlantic。アトランティス大陸、アトラス山脈、地図を見てくださいね。するとアトランティック、イックの前、知ってますか？ピクニック、P-I-C-N-I-C、イックの前、トピック、I-C の前、ガーリック、G-A-R-L-I-C、イックの前、ガーリック、クリニック、C-L-I-N-I-C。一句の前、デントルクリニック、歯科医院に行ってきた。歯医者さんはデンティスト、IST。こんな風に。これが、こういう風な、アクセント、ストレス、ストレスのルールを、知っている。これが大事です。はい。